そして何もいなくなった。いや、どういうこと？はい、ということで7割の視聴者さん、こんにちは、ヤマメです。残りの3割にも挨拶してほしいもんだ。残りの3割の方たちには尊き犠牲になっていただきました。急なデスゲーム感覚で震える。ということで今回はですね、なんとあの BF2042 に期間限定モードが来ました。まあ定期的には来てるんだけどな。その中でも面白そうだから今回は取り上げてみたんだ。ほほう、ヤマメがそんなに言うとは。そのモードというのがストライクチームというモードです。これはどういったモードなんだ？ BF には珍しい分体爆破モードだね。別ゲーで例えると COD が近しいんじゃないかな。ルールとしては、4対4で戦い、先に全滅させるか、爆弾を起爆すれば勝ちになるよ。そして計6ラウンド先に取ると勝てるよ。なるほど、なんだかいつもの BF 感はないな。しかも命の重めなゲームは大変そう。でもある意味新鮮で楽しかったよ。ふーむ、それは実際にやってみたいな。お、そうかいそうかい。それじゃあ、早速本編へレッツゴー。はい、ということで皆さんこんにちは。人生初のモバ12困惑している霊夢です。困惑する要素ないだろ、と思っているマリサです。いやー、なんかどこに充電器させばいいのかわかんなくてさ。お前は原始人か。とまあ人生の恥を見せたところで実況していきますか。この試合はガチめに初めてやった試合だからたどたどしいな。おっと、ここら辺に敵が。当たれ当たれ。オッケー、致命傷。まあまあ、こっからが本番ですよ。本番終了のお知らせ。とまあそんな感じで1ラウンド目は終了。敵に先制は取られたか。うわ、かっこいい。よっしゃー、2ラウンド目は取っていくぞ。武器自体は SMG だから詰めていきたいが、このモードは1ですがでかいから突っ込みづらいな。とりあえず慣れるまでは距離感を保った方が良さそう。とここからは危険な香り。やっぱり敵いた。ナイス味方。あともう一人いそう。ちょっと当たった。反撃が怖い。あ、味方がやられたか。でも蘇生さえすれば復活できる。はい、じゃあスモークっぽい。横からの狙撃は効いてない。絶好兵使ってるのに索敵がほぼ皆無。あ、なんかこんなところにダウンしてる敵いんじゃん。ナイス角入れ。木で見えないけど多分敵いる。やっといた。おったー。木抜きしてやんよー。味方頑張れー。平然と感染すんな。ってことで2ラウンド目は私たちの勝ち。ちなみに霊夢さんは何かしましたかね？うわー、武器縛りとかあるのか。耳の穴でザートイーグルでかっぽじるぞ。何それ怖い。マジか、編集もできないのか。本当に素の銃で戦うんだな。こういう系苦手なんだよな。エイムとか求めないでほしい。このチャンネルが FPS に向いてない理由。あれ、敵全く見当たんない。残りの2人はどこに行ったんだろう。左側に溜まってるのかもな。あ、本当に使わなかったわ。この小さなマップでこんなことある？2対1とはいい切り返しができた。ここでもラウンドは取っていきたいな。てかやっぱ新鮮で楽しいかもこのモード。まあほぼ活躍してないんだけどな。接敵回数も多いし、流れがスムーズだから飽きない。まるでいつも接敵が少なくて歩き回ってるだけみたい。お散歩フィールドにならないのはいいか。ただまあですが重いよねー。BF はもうちょっと脳死で突撃したい気持ちはある。どのゲームやっても脳死な霊夢が言っても、BF ぐらいは息抜きにやりたいってことよ。さて敵はどこ行ったかな？息抜きすぎてクリアリングもできないのか。あれま、爆破されちゃった。これで2対2。さすがにそろそろ活躍していきたいところ。今のところ取れ高ゼロだからな。うわ、あんなところに敵いる。人数有利になった。あともう一人いた気がするんだけど。どっか行っちゃったな。うん、上で味方がやられてる。登ってみるか。近くに敵いるかもしれないから気をつけろよ。行ったそばから敵いた。よっしゃ1キル後。開始4分でやっと1キル。ついでに味方も蘇生してっと。これは今回全滅させる方が早いかな。敵もあそこら辺にいるだろうし。はは、見つけたぜー。あそこから負けていいわけない。どうしてこうなった？ 6 ラウンド目、LMG 縛りになったよ。このマップで LMG は大変なことになりそうだが。多分弾幕騒ぎになるだろうね。お、敵いたいた。今さっきからアシストしかしてなくない？まあこれは伝統行事なんで。どこのどういう伝統行事だよ。火星とかですね。せめて地球であってくれ。おや、なんか味方が倒れてる。しかもピンまで刺して。見つけた。1キル。うおお、間に合え。アップね。ナイス2キル。あ、動けないってことは。よっしゃ、なんとか食いついた。いやー、白熱してるな。この感じだと突き放されるってことはなさそうだな。ただちょっと動きも慣れてきたことだしリードはしていきたい。ってことで近接センサーボーイ。これ投げると敵の位置が明白になるから助かる。あ、ほら赤点映ったよ。これは強い。小さいマップってのが功を奏したみたい。正面に敵発見。威嚇射撃を行います。当てる努力をしてほしい。てか本当に当たんない。うわ、なんでこんなとこに敵が。追いついても突き放される。まるで恋だな。どんな恋経験してんだ。恋愛経験皆無のマリサにはわからないものもわかるでしょう。わかるものもわからないの間違いでは、謎に新しい発見してるし。ってことで今日から BF は恋愛シミュレーションです。制作陣困惑するって。とまあここまで中身のない話をしてきたわけですが、目で何一つわからなくなりました。ってことで離脱。お、敵が気づいてない。これはやれそうだな。よし、
あの後は味方が殲滅してくれました。あ、あと5対5まで持ってきました。全ての過程をかっ飛ばしてきやがった。仕方ないよねー。編集当日にやってるんだもん。前回も同じこと言ってたが、この動画は編集の都合が大きく関わっています。何その注意喚起。あ、そうだ、これ伝えようとしてたんだった。どうした急に。この動画にコメントしてくれるみんなにお知らせなんだけど、ちょっとここ数日返信ができないから、気長に待ってくれると嬉しいよ。ほう、そんな忙しいのか。編集もせかしてるのはそのせいか。いや旅行行くだけだよ。PC 持って編集でもしとけ。てか試合の山場で何の話してんだ。お前が始めた物語だろ。てか何カッコつけてんだ。てかマジで実況しなきゃ。ということで負けました。私たちこの動画で何かやってたか。まあそこそこ疑問系な時点でお察し。というか最後まで白熱してたな。他にも何試合かしてみたがここまでは長丁場にならなかったしな。いやー楽しかった。ってことでストライクチームの成績を見てみようか。どれほどまで足を引っ張ったのか見物だな。そっちの視点で楽しむんだ。それじゃあ今回の成績は8キル、なんだこれ。スコア表記が若干違う。まあいいや、8キル10アシストでした。やっぱり特には目立たないな。命重い系だともう少しキルしないとダメか。ということで、面白かったよって人は、チャンネル登録、高評価、コメントしてくれると嬉しいです。ついでにモバ銃の使い方も教えてくれるとありがたい。それは勝手に調べてくれ。それでは皆さん、さようなら。よしよし、実況も取り終えたことだし、私だけでプレイしちゃおう。ここのリボルバー縛りはちょっと厳しいな。あ、そうだ。どうせ普通にやっても当たんないし爆弾の前で待ち伏せするか。よしよし、ここが一番いいポジション。そろそろ爆弾が解除される頃。お、足音が聞こえてきた。よっしゃ、いただき。謎に敵が入ってきた。でもこれでやれる。うおおお。めっちゃうまくいった。この作戦が決まった感じ、最高。これも後で頼んで動画化してもらおう。